OK! メッセンジャー。こんにちは、メッセンジャー黒田です。どうもこんにちは、メッセンジャーの相原です。こんにちは、六者奈々です。今日は2月の4日の2月入った初めての土曜日。そうですね、もう早いもんで1ヶ月終わって。いやー、もう東京から来られる方は大変ですよね、雪でね。昨日ね、来たんですけどね、40分遅れ。やっぱ前原あたりで必ず徐行運転なの。あれ見るとやっぱ東海道新幹線ですね、必ずね。ああいうとこ通るって最初からどうなんやろね。米原、まあ駅もあるしな。必ずやんか、雪国ですけど、ね、あれ俺からすると米原なんかすぐそのそこやっていう感じがするじゃないですか。しますよね、すぐ行ける気がする。すぐそこやのに、あそこが一番止まるよな。そうなんです。止まる。愛知も止まれへん。まあ言うたらその京都もまあまあ大丈夫じゃないですか。岐阜八幡からこの米原に行く、そう途中が、それなんか俺らみたいな、ほらこう北に上がれば上がるほど寒いと思ってるじゃないですか。思ってしまう、思ってしまうけど、なぜかしらあの米原のとこは雪深いねんな。ほんでね、雪だけじゃなくてね、はい、雨でもすぐ徐行になる。そここんだけ価格が進んでてもちょっと天気には堅いやんねん。ふりゃあまあもうあかんくなるし、ほら、ね、あれだ、3日ほど前のもっきり寒かった日、あれ夜寒かった。いやいや、ほんま凍え死ぬかと思ったよ。あの鍵を、ただ車の鍵を開けない、車の鍵がどこ行ったやろうってほんの3、4分探しただけで、うん、だいぶ探してんな、うん、ものすごい寒かったわ。まあ、みんな同じこと思ってると思うけど、俺が声を大にせんでも、こんな寒い時ってやっぱお店やってる人とかも暇で暇でしゃあない言うてた。そうやで、もう誰もそんなお酒飲みに行こうったって行けへんやんか、ね、寒すぎたらね。ちょっと寒かったら鍋食べに行こうとかなんねんけど、そうもう寒すぎたらね、外出れなくなんのよ。もう家帰ろの、なる、もう絶対家帰ろなるよ。なる、うん、そん時のあの、まあ、の地下道のありがたさだな。わかるな、うん、地下道の屋根あるところとか、ほんまにわかる。ちょっと何ですか、恋さんかお前。わかる、ほんまにわかる。いやいやいや、確かにそうですよ。それはね、本当にナンバーウォークのありがたさが分かるよ。クリスタ長堀、大事大事、クリスタ長堀しっかり。昔は虹の町やったナンバーウォーク、そう、虹の広場しっかり、しかり、ね、虹の町の方がええな。え、今なんて言うの、ナンバーウォーク、あ、ナンバーウォーク、あ、まあ、俺らは虹の町、俺ら虹の町の方がええわ、うん、ひっくりくるわ。俺らいちいち昔の方がいいって、もうほんまおっさんみたいな。天井がな、虹の形しとってな、そうそうそう、今なくなったな、そうそうそう、ナンバーウォーク。ね、昔ながらのあの噴水やった、今この前なくなった、俺久しぶりに噴水あんねんけど、ぺったりなってね、子供の時ようあれ入ろうとしたやん。それは俺は岸和田の人間やからあんましその馴染みはないわ。岸和田関係ない、子供の時行ったことあるやろ、ナンバーウォーク、虹の町やん。でもそこまでは行ったことないかもしれん。高島屋でほとんど泊まるみたいな感じ。何回線出るやんか、何回線出たら上が高島やんか、そこ百貨店行ってご飯食べて帰ってくる。それで言うやったら一応うちもだって近鉄線やもん、近鉄7000円。アベノまでやんか、よう考えたらな。ちゃうよ、ナンバまでやん、アベノ乗り換えやん。そうかナンバまで出て、でナンバで高島屋行って一緒やん、一緒やん。西の町、西の町行って一っ風呂浴びて、一っ風呂ちゃうし、泉で一っ風呂浴びようとし止められて。泉の広場は梅田や、泉の広場、泉の広場は梅田や。外の公園、大阪城のところでさ入ろうと思うけど、そこで子供って入ろうとすんの。だってお前そんなんな、ほんま入らないでくださいって縦紙しとったぞ、あの、あ、そう、ナンバーウォーク。だから子供は夏とか入んねんてな、入るよな。へー、そのあるある、あの知ってる方ね、ファックスいただいたら、じゃそれ分かる？分かる。全然その地下街の泉に、まあ、冬ちゃうぞ、噴水やろ、噴水に子供が入ってるってことやろ。だから入ってたよ昔。え、それプールの10円玉とか1円玉とか泳落ちてたやろ。あ、落ちてたかな、それは落ちてたような気がする。落ちてんねん、それ拾いにちゃうわ。拾いにっていうのはまあちょっとぼやかしてな。あ、そっか、ごめん。ごめん、黒田さん。いや、入ってる子を見たことがない。公園とかやからバッと入ったら公園はある、公園はある、それは覚えてんねん。ちゃうって、だから、うん、あの地下街の噴水、地下街に噴水あるのは知ってるでしょ。今じゃないよ、昔の虹の町の時や。知ってます、知ってます。いや、入ろうとしてたっていうことや。入ろうと子供するやろ。入ってないけども、入ってないけどや。パンツまで脱いだけども止められた。じゃパンツを脱いだ時に止めろや。ほんだら親がもうやめときなさいっていう感じで、こうあんまりこうシンクロせえへんでしょ。僕同じ年なんで お前はええ格好しすぎや。ええ格好ちゃうて、うん、ええ格好ちゃうよ。だ本来ちょっと入ってくださいよ、この話してくださいよ。そうですね、あのね、はい、今日ね、
あのこの前にやってる我々の神と崇める浜村淳先生のラジオに、はい、まあ、土曜日のレギュラーとして西川清先生が ね、あの師匠がね、はい、いらっしゃって、出てもちろんですけど、いつも何かいただけるんですよ、はい、本当にありがたい。先週は節分や言うて、はい、もうお豆いただいて、すごいお豆をいただいて、豆でね、お前お豆いただいて、おうてつけるなって、ありがとうございます。ほんで今日もね、なんかあの来ていただいて、あのみんな打ち合わせしてるところに、まあ、打ち合わせ言うてもまあ適当な 話してるだけですけど、 そうです、ね、でそこに来ていただいて、なんかかなこちゃんとロッチャさんが、はい、あの仕事結構一緒にして、ね、まあ、割と美を語る友達らしくてまあ ね、まあ仲良くさせていただいてます。あの清志郎がその娘のかの子が、うん、あのこれ6社7社群馬かなんかロケ行かれて、ね、行かれてって言って、はい、高原花インゲンの里っていうね、うん、豆ですわ、黒豆ですわ、黒豆、うん、を買っていただいて、うん、買っていただいてくれたらしくて、で皆さんで言うていただいたんです、お召し上がりくださいっていただきましてね、うん、で僕はあんま豆ってそんな好きじゃないんです、豆自体が美味しいのに、うん、いや美味しいのは分かってんだけど、うん、そので好きか嫌いか言ったら、まあまあ部類で言うたらそこまで好きじゃないって、うんうん、食べれないことないよ、そこまで好きじゃないけど、そのね、この群馬の高原花インゲンの里っていうやつが、はい、このものすごく美味しかった、美味しかった、あのね、大きい、インゲン豆の、うん、花インゲンって書いてあるからな、はい、の黒いお豆が甘く煮てある、うん、甘く煮てある、甘露煮で本当に上品な甘さ、それがね、美味しかったわけですよ僕は、うん、で美味しい美味しい言ってたよ、うん、まあ、びっくりするほど言ってましたけどね、うん、いやほんならね、うん、そのまあ、前回も、うん、これもまた西川清志郎の今度は正さん息子さんのどんだけ俺は世話になってるのいつのグローとどんだけ選手聞いていただいた方は選手か先生が忘れたけど書き出ていただいた方は知ってると思うんだけど、あの家の近所の箕面市の近所にある、シュークリーム、はい、有名なお店らしいですわね、うん、これ俺祇園ヶ月でいただいて、みんなにおいしいおいしいみたいな、この相原がまたひん曲がった性格としてんのか知らんけど、そこまでそんなうまいもんちゃやろみたいなことをね言うてたわけです。おいしい、確かにおいしいです。そのシュークリームの時の今日の言いたいこととは違う。シュークリームの時は確かにおいしいね、おいしいねんけど、まあまあ知ってるおいしさやね、はいはい、で一個でガツンと今珍しい甘いシュークリームやな、うん、今ちょっと甘さ控えめとか結構流行ってますやんか、うん、1個でガツンとくるのに、黒田は甘さ控えめで美味しいねっていうこうみんながちょっと違うような感想を押してくるわけよ、うん、であすごいみんな困った顔してるなと思って、黒田がパッとタバコ吸いに行った瞬間、うん、ごめんねって、一応なんでごめんねって、お前が謝んねん、相方の関係ないよ、それがいらんねん、目ぶいて鼻開いて美味しい甘さ控えめでって言うと、みんな1個食べたけどものすごい甘いから甘くて美味しいでやったんやけど、まあ、そこと今日の言いたいことは、はいはい、今日は何やねん、俺がこんな美味しい言うてんの、美味しい美味しい美味しい、まあ、この前すごい美味しかったよ、美味しかったよ、美味しい、うん、俺から言うと、もう知ってるし、そのお前の新しい発見を強要せんといてほしいあの何が言いたいか言うたら、子供の時にウルトラマンってでっかいやろでっかいやろって言われてるみたいやねん、でっかいってウルトラマンって強いって知ってる？こうしたら光線出るって知ってる？みたいなことをすごく言われてるみたいで、いや知ってるよ、でかい知ってるし強いの知ってるけど、うん、それはいや多分2日前にお前が初めて見たウルトラマンの感動はわかる。でも俺らもう物心ついた時からあるから、その共有できへん、ごめんねっていう。いやいや、ちゃうやん。いやいや、うまいねんから、うまいでな。おいしいおいしいって言うてくれたらええやん。この一緒に言うたらええやん。それで言うたらな、そんなほんなんお前言うけどな、はい、花見行ったとせえよ、一緒に。な、はい、桜の花は毎年咲きますわ。桜の花は毎年咲いて、綺麗ですわ。ただね、うわ、綺麗ね、この今日、今年の桜のって言うたら気持ちがいいでしょ。あの、それをね、冷めたようにね、そんなお、まあ、毎年咲いてるやない。確かにその言い方したら僕の方が悪い意味ですけど、まあ、桜のな例えに変えましょうか。はい、綺麗な今年の桜、やっぱ綺麗なやったらいいんですよ。まあ、これ黒田君の場合ですよ。隣の宴会場まで行って、綺麗やろこの桜、綺麗よな、おいおい、ちょっとおい、これ見てみよ、そういう、そういう言い方綺麗やろって言われたらさ、綺麗よ、そういう言い方じゃん、そのお前うっとしおさんに聞こえるわ、そんなん言い出したらお前それ言うたらな、だからそこまでとは言えへんけど、ま、例えばね、豆菓子なんで今そのいっぱいお菓子のある中でどっちかというと昔ならではのお菓子で、あ、まあ、僕らおじいちゃんおばあちゃんに育てられたから余計、まあ、ちっちゃい頃から食べてたわな。で、まあ、一周してまた美味しさに気づいたけど、まあ、黒田さん42歳になってね、
何ヶ月のストロークでこの豆菓子とかの美味しさにこう気づいたんでしょうね。だからその感動がちゃうのよ、うん、そうね、まあ、そこの温度差は、うん、いや私でも面白いのが、うん、やっぱりこう育った環境ってすごいな。何それお前、何そのバカにした言い方。いや違うの、ロクさんさんどう思う、あの相原さんは多分このお豆めっちゃ美味しいっておじいちゃんに言ったとて、おじいちゃんがその感動を一緒に分かってくれへんくっておばあちゃんに適当に聞きなされてたから、多分めっちゃ美味しいハンバーグを食べても、あこのハンバーグ美味しいなで自分の中で多分自己完結する人生やったんですよ、うん、きっとね、うん、でも黒田さんはうわーって、まあ貧しくてもいいじゃん楽しければみたいな、うん、それでこう人のぬくもりがあればいいじゃんみたいな感じで育ったから、1個のハンバーグを6人で分け合っても美味しいねって100回くらい誰が1個のハンバーグ6人で分け合って、ほんで1人増えとるやないか誰やお前5人やうちはっていう、だから黒田さんは1個を100倍ぐらいに言って美味しいね美味しいねって言いたいのよ。そのすごい同調したいでんね。そうやの同調したい。俺も別に確かに美味しいなっていうテンションが2つ上の人って引くやんか例えばファミレスでカレー食べたら塩やん、美味しいよ、まあ普通に美味しいけど、2つ上ぐらいからこのカレーうまいやろって、それまあファミレスのカレーやしっていう何かね、例えばお前冷めてんねんお前は面白い、めっちゃ面白い、あのテンションが一緒やったらさ、なんかあ一緒にしたら嫌だよ、お前も大人やねんから、それやったらな、美味しいなって言うたら嫌だ、ほんならもうここで結束が生まれるのにやな、いやそこまで、そんないやそこまで、いや美味しい、確かに、ほんで腹立つのかな、ラジオ終わったら西垣清師匠降りてきはるやんけ、俺らもやった時に俺が言おうかなと思ったら、俺があんだけみんなに美味しい美味しい言ってたのに、パーって相腹立ってな、お豆美味しかったですって、こんな、なんち悪いやつやねこいつと思って。いや、でもそれは俺ね、まずいって言ってないやん。うん、美味しい。いや、俺がいもっと言いたかって。ほんで俺が言おうと思ったら、西垣義は向こうの人と誰が喋って、俺は伝わってん。この感じが嫌だってと。俺がやねん。かのちゃんが、六社さんにもらったにもかかわらず、まあそれはお裾分けいただいて美味しかったです、のテンションや。俺が失礼しますって書いてきた。俺豆美味しいこと伝われへんかった。正しいとか正しいが悪いではないけど、面白い。いや、その感動にね、その群馬のお土産のお豆に打ちひしがれて、お豆って言うな、その前に感動で涙ためて、これうまいやろっていう黒田さんは、まあ確かに YouTube に載ったらね、すごいみんな見ると思うそれぐらいのなんかいい画像だと思います。でも正直なし、俺食べ物のロケとか全然けへんで。あまあな、でもこのテンションでやったら、うん、すごいよ。もうどんだけ美味しいんやろ。いや美味しいもんは美味しいって。群馬のお土産観光大使になれるぐらい。全く何の縁もゆかりもないけど、それにな、もう一個やらしいのが博多やわこれまた。俺にはな、うまいな博多やったら、うん美味しい美味しいよって言って。美味しいよな。ほんでお前が相原がそんなん言ったら、うん、それにまた便乗してな。俺もこっち側の意見やとかな。ねえこいつ。構成作家さんやからちゃんとまとめはる。まとめてのじゃんか。ええとこ好きやこいつ。お豆、豆騒動。お豆騒動。1個の豆でよ、こんだけ揉めるわ。いや、一回調べてください。これ本当に美味しかった。ふるさと群馬高原花インゲの里。うん、かのこちゃん。ほんで、皆さんにちょっと意見を聞きたい。俺のぐらいのテンションなのか、相原ぐらいのテンションなのか。でもどうせこれあれやねん、また相原さんみたいなテンションですみたいなこと書いてくるからもうええわ。黒田さん甘えたやねんね、きっと。甘えたやで。なんで甘えたやだって、何を思ったの？吹いて言うの。言うてへんやねん。一回も言うてへんやないか、お前におしろと。気持ち的に。なんで豆うまい言うたら、お前そんな甘えたって言われなあかんねん。なんとなくイメージが。同調で、同調してんねんて。十分俺はしてんねん、美味しい。よく例えば飲みに行っても、おい、みんな仲間で飲もうぜっていう、ほら、そういうタイプじゃん。仲間で飲もうぜって言ってたけど、俺ら仲間やろ。だけやね、お母さん喋ろうとしたら、お前黙っとけ、ね。俺の喋りを聞いとけ、みたいな。結果論としては俺めっちゃ悪者だけど、豆食うてうまい言うだけでそんだけ言われなあかんのか。ピュアです、ピュアです。何がピュアやほんなら何言うても怒るじゃないですか。何がピュアじゃん
ピュアとかいう言葉出してきたら。ピュアとかいらんねや。ピュアとかパスタとかパンプキンとかいらんねや。さあ今日のテーマに行きましょう。今日のテーマは態度変えすぎやろと。まあこれはあれからさっきの言葉やわ。僕それ態度変えてました？よしよしよし、あのお豆美味しかったです。まあ食べたことある味ですけどっていう。それ嫌なやつじゃない。いや美味しいねっていうのはこうね、あのあるじゃないですか。昨日たまたまねご飯食べに行っててね、うん、まあご飯食べに行ったらこう結構フラットなお店だったんで、隣の女性の方が男性と一緒にいてはったんですけど、うん、まあ写真撮ってください、うん、周りに見てもそのお客さんも少なかったから、うん、あいいですよって撮ったんですよ、うん、撮ってたんですよ。なんかこうカメラをねこう向けてる人が後ろにある有名人の方がいらっしゃるのに気づいたんですよね、うん、佐藤健くんが、うんうんうん、佐藤健、あもうカムントニャンニャンのやつか、うんうんうん、があのスタッフの方と後ろで、うん、座ってはって、あのタイ、あやらはしてた、俺は知ってたよ、うん、知ってたけどもうこっちから挨拶しに行ったりとかしても多分もうスタッフだからもう迷惑やろな、向こうも気づいてはったんやけど、もうお互いもうええわみたいな感じやったけど、カメラ撮ってる人が気づいたんよ、うん、ほんならもう女の子のテンションがさ、まあ俺に写真撮ってたら写真撮ってもらっていいですか、うん、ぐらいのテンションや、まあ当たり前やけど、うん、佐藤健くん見つけた時のテンションがすごかって、どんなふやーみたいな、まあそれはもう当然やわ、うん、そこはまあええと当然やから、もうそれはええねん、うん、俺写真カメラの撮ってる人のテンションが嫌やったのが、うん、そんなに騒いだら相原さんに悪いじゃないかってそれは言わんといて、それは言わんといて、それはもう分かってるやんって、ね、東京弁やねんそう、まあ、分かってるやん、俺も別にそんなそこと、そこ、それ比べられてもな、それ悲しいわ、それをこの、うん、わーっと騒いでる女の子をこういさめるような言われ方したら、うん、横で俺悪いじゃないかって そんなにその見つけてそんな騒いだら今ここで立ってる相原さんの立場ないじゃんみたいな、いやいやまあそうやけどさみたいな、比べてやっぱ女性のテンションのこう変わり方とか態度の変わり方もうすごいやん、すごいよ。その後どうやったあの写真の 撮ったんお前は、ま、いや僕は撮りあえず撮り終えてんの、まあ、佐藤さんはもう撮らずにというか、まあ、すいませんみたいな感じでね、やっぱそこも俺だけ撮っててかっこ悪かったけど、いやそこはええんじゃない、まあそこはええねんけど、女性ってはっきりしてますやんか。してるわ。してるよ。イケメンのやつとそうじゃないやつへのさあな。うん、あとあの人によってはですけど、あのこの仕事やってると、うん、こびといた方がいい人とそうでない人のさ、大っ嫌い。そんな人。読者さんはもうせえへん、そういう。私はそれが上手かったらもうちょっとちゃんとしてると思います。もう言うたら偉い偉くない。どういうこと、こびといたらええって。いやだから例えば本当にこの人についといたらいい大物タレントさんとか、この人に好かれると得やっていうプロデューサーさんとかには猫なで声で、うん、もうニャンニャンニャンって感じで寄っていくんですけど、うん、そうじゃない人に対してはもう全然態度。いやもう女。大嫌い。女同士の話聞いたら僕らに見せてる顔と全然違いすぎて。違いますよ。やっぱ引くときあるよ。そのだってもともと元来そういうその女ってそういう生き物なんちゃうんかいな。かもしれんな。人によりますよ。そうじゃない女の子だっていっぱいいるもん。そこそこの言うたらさ、でもはっきり言われても嫌やけどね。アシスタント的な、まあ、年齢の方でも、うん、そのメインの人の見せてる顔と、うん、言うたらリポーターに見せてる顔が全然違ったりとか、ね、ああそうあるって、はあ、全然違いますよ。全然ちゃうよね。ほんまにいます、そういう人多い。クラブとか行ったら一目やで。クラブとかでもそうですよね。飲み屋さん、飲み屋のクラブ。おいらたまにプロデューサーとかが連れてくれたりするけど、うん、行ったらね、やっぱりな、金払う人が誰かって分かっとるわ。分かってるね。ねえ、ついて来てるのか、そう、この人が連れてきてるのか。前も言ったけどな、そんなもん。ママなんかお前、名刺すら渡しおれへんで、俺に。来ていらんのやと思う。あいつ、嘘でも渡しますよ、ね。渡せへん腹立つわ。まあ、まあ、名刺俺にだけ渡し、俺あれ堺東の堺東かよ、ね、お前も行く。いやいや俺知ってる知ってる。なんか知らんけど知り合いと、あやさんもよく来るんですわ。たまに行かせてもらいます。あそうですか、僕初めてなんですけど、言ったらそうでしょって、うん、前に言って名刺くれんかったなんでやねん思って、なんでやねんと思って。いや行かへんよ堺東の方は。そんなにはっきりしてはるよね、ああいう人は。はっきりしてる。
してるね。この絵はっきりするか思った、ね、まあ言うたらさ、この世界、まあ、ディレクターとかプロデューサーもそうやけど、まあ言うたら僕らと接してんのと、まあ大物のタレントさん来た時の態度、そらちゃうがな、全然ちゃうやん、特に在阪気つけた方がええよ、全然違うやん、ここでさ量がちゃうがな、もう何も弁当の、うん、弁当でももうそら広げまくってどれか選べみたいだな、あるでしょ、あるやん、どれか選べ、誰とは言わんけど、好きなやつ、好きなやつ選んで、これあとはいらんみたいなのあるかな、もうほんまにおにぎり一個とか、俺らのほんまにこの前のお前見られたら恥ずかしいぐらいでな、うん、あ豊岡の営業やな、豊岡の営業、豊岡お客さんもよかったよ、もう1000人ぐらいもう超満員、ね、おーすごい、うん、弁当がいや、ほんで豊岡の名物のそばが入ってるんちゃうかとか、うん、こう黒田はこういろんな想像してたよ、まあ、楽しみにしていきますよね、地方に行くと、俺はなんとなくこれはちょっととしんどい弁当ちゃうかなって思ってたけど、案の定しんどい、しんどい弁当やった。吉本やろあれ、吉本が行き品のバスでさ、わかるやん、あそうか、うん、10人乗りのバスで10人乗ったらピッチピチやんかそのバス用意してる時点でもう予算的なものはもうないんやなっていう、そうですね、せやねやろな、まあ、そこでまた黒田も、どいやこの弁当いや2時間みんなで話しとったやんバスの中で、豊岡やの豊岡もええとこやん、カニも美味しいしやな、カニも美味しいしな、でカニはさすがに出んやろと、みたいな話しとってん、せやけどこれは出るんちゃうか、そばは出るんちゃうかみたいなこと言うけど、ただね、その豊岡の人が出してるんじゃなくて、多分あれな、吉本が出してんねん、なあ、そうや、だ予算内で済まさなあかんからな、それはまあもうみんなもう若手も黙々と食べてんねん、どやこの弁当せっかく楽しみにしてたのに俺俺若手のやつにそんだけ言ってて結構食べてるじゃないですかとか言ったらそれ言われたら意地になってもう俺は食べへんとか言いました。面白い。まあ確かにな、態度が違うっていうのはこれあるでしょ。あるよ。あるでしょ。まあ皆さん職場でも、まあ奥さんでもやっぱり外に見せてる顔とうちの見せてる顔は全然違ったりもしますよね。気付けなあかんのがこの前居酒屋行ったんですけどね。居酒屋の女の子がちっとそんな大きい居酒屋ないねんよ。ほんなら居酒屋の女の子がみんな可愛らしい顔してんねん。可愛らしい。でそこの店長にここの居酒屋のアルバイトの人、可愛い子とか美人多いですねって言ったら、いや。それはやっぱりそう選んで撮ってますかって言って、面接するときに、でもなそれなキャバクラであるとか、そっきのクラブであるとかショップであるとか、それはわかるよ、うん、おっさんが来る居酒屋ぐらいでもそんな顔で選ぶようになってきたらな、このブサイクはどこで働いたらいいんだって言うて怒って、俺は代表者怒ってんで、それは選んだあかん、お前、うん、居酒屋っていうのはいらっしゃいという子ね、まあ、活気ね、活気が大事やのに、そこまでひょろっていうかシュッとした女の子を選んだったらな、ブサイクは一体どこでバイトすりゃええねんということになってくるから、それはもう一切やめろって言って、店長さんなんて言ってた、いやそれはほっといてくださいまあでいや思いませんか、まあ、そういうふうに、まあ、お客さんの一意見としては聞くけども、いや思いませんか、あなたも思いますけど、そんな顔でばっかり選んだったらやな、思いますけど、もうブサイクな男女はもう就職先なくなるよ。でもどうですか、例えばあのお店にあの女の子働いてて可愛いなと思ったらちょっと通ったりしません？いやそれは気持ちわかるよ、でもそれは例えばその水商売であるとかね、ちょっとそのそういうところにしてほしいのよ、あのケーキ屋さんとか、なるほどね、居酒屋、せめて居酒屋の枠はブサイクに残しといたってほしいわバイトするとこないよ、ね、世の中にはそういう枠もあるんじゃないですか、多分ね、どことは言いませんけど、多分あるでしょあったかい味で売ってるみたいなさあということで今日のテーマは態度変えすぎやろ、たくさんのメッセージをお待ちしております。ファックスは 066809-9090、 ファックスは 066809-9090、 e メールはおばちゃん @mbs1179.com、 e メールは obachan@mbs1179.com でお待ちしております。採用された方には番組特製のポストイット貼れるメモを差し上げます。そして採用不採用に関わらず今日いただいたすべてのメッセージから抽選で3名様には現金3000円ずつを、さらに一番盛り上がったメッセージをくださったお一人の方にも現金3000円を差し上げます。今日のテーマは態度変えすぎやろ、たくさんのメッセージをお待ちしております。ラジオの、このラジオの調子がええみたいやね。あ、そうですか。ありがとうございます。たくさん聞いてくださって。60歳、赤毛のアン、主婦、いつも放送中、ずっと笑いっぱなしで聞いてます。ありがとうございます。ほんまかよ。夫、65歳は現役の頃、旅行、
あ、旅行会社勤務で、うん、主に海外添乗が仕事。ああ、大変な仕事ですね。結婚する前から現在に至っても自慢することといえば、海外で遊んだ女の数と使った額、かっこ1000万円くらい、女性たちの良し悪し、ミス〇〇と遊んだなどを事細かく説明しながら自慢しています。結婚後は一切縁がなく、女は卒業した、女はみんな同じや、の一言で私は納得するしかないのですが、他に自慢することないんかといつも心の中で叫んでいます。まあよっぽど心の拠り所だったんでしょうね。60歳だからちょうどあのブイブイがしてる時がバブルですわ。一番いい時代で。60歳代の人ってね、結構ええ思いしてるよ。そうですね。な、まあ、ね、40歳ぐらいでしょ。まあ幼少の時はちょっと遊んでもないか。もう良かったわな。60歳頃ぐらいの人が一番多分ええ思いしてる。ちょうど働き盛りの40代がバブルでしょ。だってちょうど、うん、だから60代から俺らが生まれたと20歳ぐらいの時に大阪万博やから。そうやな、大阪万博でしょ。そうや、大阪万博や。高度成長期の一番、大阪が一番ええ。だってあの万博の時なんか聞いたらタクシーの運転手さんが、うん、1万円以下 の、 あ、 のあれお釣り渡したことないって言ったもん。スタイリストさんのねお父さんがその一軒家を、うん、まあ、住んではるみたいな話で、まあ、失礼ですがおいくらぐらいって言ったら結構なお家やったんよ。でサラリーマンでそんなに そんなお家建てれたんじゃ。もともとその電電公社に就職して NTT の一番いい時やから、そこでいい時に退職してるから株がめちゃくちゃ上がった時、ものすごいこう潤ってる時代の時のサラリーマンやから。へえ、すごい。そうか、電電公社が NTT になった時に、そうで NTT の株がボンと一回上がった、上がりました、200万ぐらいになった。そうそう、その時に多分もう会社例えば辞めた時に、辞めると同時に株も売ったとしたら、うん、空もすごいな。今それで比べてみ、サラリーマンが月に、厳しいですよ。ウーマンラッシュアワーっていう後輩がおるんですけどね、最近ね、よく出てますよね。中川パラダイスのが結婚したんですよ、この前。あ、ね、はい、1日1000円やって、お小遣い月3万円。まあサラリーマンの金額と大体一緒ぐらいですよね。いや、 うちらってね、あの悲しい佐賀でご飯食べてて後輩がパッとそこに偶然入ってきて、もう怒らなあかんっていうシステムを守らん人もいるけど、うん、あのまあまあ基本は、ね、やらなかね、それがきついよ。だから最近それに合うのが嫌やから弁当を持ってきてます。楽屋に弁当。楽屋に弁当か。家にあのそれこそロケ行ったりとかした時弁当出るやろ、それを持って帰って凍らしてんねんって。えっ、それ昼間に食べんの？そう。あらま、次の日のな。あらら、あれれれれ、ちょっと言うてんと、うん、お前名前中がパラダイス言ってんのに、うん、一つもパラダイスじゃないやないかと。まあそこまで徹底するような、堅実ですけど、堅実だけど、僕らの周りでもそんなんやってるの一人ぐらいしかいてませんでしたよね、昔ね。まああえて名前は出しませんけどね。いや、実家のにそれ弁当持って帰る必要ないやん。ええ、あるある。一人暮らしやとまだわからんでもないけどみたいな感じで泣きたいって言ったよ。そう、まあでもそう時代やでんで、時代俺らの時代やったらそんなんやったらもうほんまに、まあ、借金でもしたらええやんか。いやね、だって芸人さんはもう酔い越しの金は持たぬみたいな。そうや、そんなんやったけど、それがもう今はもうそんな、堅実やな。堅実ですわ。ほんまですね。浮かれた時代じゃないわ。でもな、景気悪い景気悪い言ってるけどな、そんなん言うから余計な、みんな金使えへんねん。私なんか使った分だけ入ってくるって勝手に信じてるから。使え使え。入ってますか。多分計算してないか分かんないんですけど。使ったええねん。金持ちは使ったええねんや、もっと。金持ってないけど、使いますよ。金持てないって使うやつアホや。38から9にかけて独身ですよ。お金持ってなかったらもうどうするんですか。だって普通の6社さんみたいな芸能人やったら金持ってるで。一般のね OL さんで38から9で独身やんとしますやん、うん、少なくてもよ1000万持ってるで。私そんな1000万もない。結構バッグでもそんなエルメスのバッグやビトンのバッグでみんな持ってる。6社さんなんか自分で作ったカバン持ってきてるもんな。作ってないです。なーなーって書いてた。なーなーって塗ってた。幼稚園のカバンじゃない。フェルト生地でな。フェルト生地。フェルト生地。懐かしいフェルト。給食僕フェルト。あれ、ものすごい毛玉でね、あんまりないこと思ってたら、フェルト。ああ、そう。でもまあみんな不景気、不景気言わんとな。そうそう、使った方がいい。持ってる人間は使うもん。持ってる人間は使うもん。使いましょう。それが使えへんから経済回れへんねん。そうですよ。なあ、博多。ない人は使うたってしゃあないや。お前に言うとんねん。外車ばかかやがって、お前。使ってるよ。国産車買え。サルちゃんを。使ってるよ。初めて大きい声で喋る。使ってるよ。
ね、さあということで時刻は間もなく12時になります、うん、今日のテーマは態度変えすぎやろうもたくさんのメッセージをお待ちしております。お昼になります。スジャータ、スジャータ作曲の恋人スジャータの名楽が正午をお知らせします。メッセンジャー1179梅田茶屋町から幸せ届けます。桜井和江です。長野県の柳田さんからこんなお便りが届きました。以前腰からふくらはぎにかけてピリピリと痛くてつらかったんです。大好きなゲートボールもすっかりご無沙汰になっちゃって、そんな時ラジオで通産との CM を耳にして早速試してみることにしました。またいつか仲間とコートに立てる日が待ち遠しいです。柳田さんのような座骨神経痛から来る腰の痛みって辛いですよね。そんな悩みを抱えている皆さん、まずは再春館製薬所へお電話ください。通産湯の無料試供薬をご用意しております。通産湯は5つの生薬を処方した医薬品です。腰の痛みをはじめ膝関節や肩の痛みを徐々に緩和していきます。無料試供薬のお申し込みは 0120-305-305 0120-305-305 朝8時から夜10時まで年中無休で受け付けています。今年も京セラドームの中に家を建てます。住友林業の住まい博、話題のビッグフレーム工法やエコ住宅の展示はもちろん、今年はマウンドでの楽しいイベントを開催。2月4日5日はご家族揃って住まい博へ。詳しくは 0120-21-7555 まで。それゆけメッセンジャー1179梅田茶屋町から幸せ届けます。今週のそれゆけ目線、はい、はい、まずは相原さんセレクト。へそくりの金額平均376万円。旦那さんに内緒でへそくりを貯めている奥様はどのくらいいるのでしょうか。へそくりをしていると答えた主婦は全体の 48%。 その金額を聞いたところ平均で376万円と昨年の平均より67万8000円も増加していることが損保ジャパン DIY 生命の調査で分かりました。やっぱりさっき言うたみたいに貯めてんねやから、ね、だから旦那さん側のね、あのお金の流れって明け透けじゃないですか。まあ今も口座も置いたら奥さんが管理してて、まあ小遣い制で3万以上の3万からへそくりするったって、まあなかなかできませんやんか。そらそうや。ほんならやっぱり奥様がへそくりする方が、まあ確率的には高いわね、うんうんうん、そらはそやわな。まあできるやんか、自分のとこ入ってくるやん、入ってくるわけやから。ほんならもうほんまに旦那さんの立場っていうのがもう、そやからないわな。せやから子供があれやん、親父をバカにする時代になってるわけよ。本当は実質は親父が働いた金なわけでしょ、うん、せやのにおかんの女の人がもうたけども、それをお父さんからもうた金やって言わんと、うん、お金払うお母さんになってくるやん、うん、ほんならそれを子供も見るからお母さんがお金を払ってるともちろん思うわな。ほんならお父さんの言うこと聞けへんようになるわな。いや、そのリアルキッズの優輝くんはね、うん、結婚しても子供もできましたやんか、うん、ほんならまあ今月の収入がぶっちゃけた話4万円やったんですって、はいはい、一月で一月4万円やったんですって。4万って、はい、家賃中学生ぐらいの家賃9万円なんですって、で駐車場が2万5000円ぐらいするんですって。なんで車持っとんねんあいつ。まあその奥さん側のね車があったりして、でまあバイトがなんやかんやあってもまあ10万いかんのですって。え、もうその時点で赤字じゃない。そうそう、それでまあその優輝くんはその節制してんねんけど、それでも足らんやんか。うん、足らん。ほんでまあ何の気なしに、うん、何の気なしに奥さんのカバンをパッと見たんやて。何の気なしにな。ほんで、ファッと見たらこう、財布よりちっちゃいような袋の中に、何の気なしに見たらな、うん、こう、1万円札が入ってたんやで、うん、14枚。え？だからやっぱり、そんだけないない言うても、へそくり。せやけど9万円のやいいねやろ、月。14万でももう無理でしょ、生活時間が。それだから、その、奥さんの
お金やで。だその奥さんが偉いわ。いやでも子供ってそれぐらい、そんな4万しかないよ、親父には任せられへんでしょ。そ14万円のうちから2万円借りたとは言ってましたね。赤いやん、取ってるやないか泥棒や。赤いやん。いやでもまあないない言うてでもやっぱり奥さんってしっかり、だけどやっぱり内助の子でそのいざという時、もういざという時のために取ってるわけでしょ。あのノアの箱舟みたいに自分だけ助かりたいみたいなとこない？あるよな。そう、俺の知り合いも、ねあるよね、離婚してね、でまだ離婚できてない、成立はしてないけどもう今揉めてんねんけど、そら養育費でもね、送ってこい送ってこいってもうどん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 上がっていく言ってたもん。もう勘弁してくれ言うぐらいまで上がっていくって。だうちもさ、もうなんかよう分からんようになってきてんねん。そのお金を入れてんの全部。いや入れてません、入れてませんとか、そのだって光熱費とか全部相原さんが払ってる、まあ、家賃とか全部自分で払って、ね、ある程度のお金渡すんですよ、うん、でもこのお金の中の内訳っていうのは前までのルールやったら、はいはい、家の電話のね支払いは僕は一切使わないんで、いその中から出すとか、うん、であと自分の保険代はそのお金の中から出すとか、おいおいおいだったんですよ、まあ、年金もそこから出してほしいし、で口座のその通帳記入見たらいつの間にか僕の口座から全部落ちるようにあそうなってんねん。で俺税理士さんとかの話した時に、なんか俺の支払いがすごく多いような気がするんですみたいな、いや僕は頭で計算してるよりいつもいつもなんでかしらのこと合わないんですみたいな、通帳記入ちょっと見てくださいよって話したら、その嫁さんが負担すべきお金が全部俺の口座から巧みにこう仕分けられているの。そんなんで本人のあれなかったらできへんのじゃん、うん、いやだから、だからハンコなかったらできへんの。だからハンコ使ってやったんじゃない、お前に無断で、うん、無断だって、まあ、家の電話も家族でもそれは別やで、分からへんけど巧みにこう、あれあなたの年金も俺巧みの あなたの保険も俺が入りたい、俺が受け取り人でも何でもない、まあいいけどさみたいな、でもそれもなんか何も言えへんねん。お前は言うてへんの、その事実を。ぐらいで。ぐらいで言うてんだけど、ほな、このお金は、流れは一切俺には分かれへんねん。いや、だから。だってお金、あなたしてる量は今までとか、普通はその分減るわけでしょ？だって払ってるんだよ。でも変わんないんでしょ？嫁さんにさ、うん、お前名義のカード渡したら、うん、そんな恐ろしいことできるかいな。何に使ったかは全部来るよ。それ、逆に取られたらどうする？というと。あんたのカードも全部見せなさいよって言われたらどうする？いや、そんなんで言われなあかんねん。お前の口座から銀行のか、あのカードを、あれ、家族が流れたらできるやんな。できるよ。だからお前のとこ落とすようにするやん。ほな、お前のとこに手元に届くやんけ。うん。明細が。届く。明細届いたら、これに使ってんのが全部わかる。わかるやんか。まあ、それはええやんか。ほな、あなたが使った明細も、ほな、一度にこう見ようよって言ってされたとしようやん。ほなお前カード使わへんかったよ。お前はそういうわけにいかんやん。いやお前はカード使わんと現金で行ったやん。いや現金で行きたいけど、そら現金でラブホテルに行ったやない。現金でラブホテルは行くがな。何の話ですか。そこでカードは使わんやろ。そらそや、当たり前な。あの向こうにもバレるしな、店の人に。そらそうやけどね。いやでもほんまや、行ったいけません、ね、それってでも普通一言はいるわな。だからまあ多分その余ってるやん。余ってんの。そうやね。絶対余るはずですよね。余ると思う。まあ、使おうともな使えるかな、うん。ほんなら、自分の部屋のクーラーが壊れたと。うん、クーラーが壊れた。まあ、そっからやりくりしてくれんのかなと思ったら、いやいや、それはもう買ってよっていう。いや、そんなあんたの部屋のクーラーなんて。子供できたらな。そうやな。子供一遍となって、正直なんじゃ、お前は金さえ入れてこいっていう感じになってくるって、よう聞くやん。そうやわ。もう金ないんやったら、もう出ていけと。いや、そういうことじゃないの。おさ確かにそれで、これほんまにいろんな、今ちょうどから子供が生まれて大きくなってきたいうの多いやろ。今俺の周りなんか40代前半ですわ、うん、もう大概そやわ。もう旦那なんてなって言って、うん、あでも確かにだあの友達が言うには、結婚してそれまではもう旦那さんラブやけど、子供ができると大切な人っていうのに変わりはないけど、比重はやっぱ子供ががぜん大きい。で金持ってこいやろ。でそのね、言い方もなんかズケズケになってくるね。なんか海外に行きたいなみたいな話を嫁はんがしとったんよ、うん、でもそれはもうええんちゃうの。行ってきたやん、まあ、近く、いや行ってきて、いいグアムとかグアムとか行きたいな、うん、いやそれは俺がそんなに日にち空けへんでって、一泊二日でグアムは行かれへんから、まあ三泊四日とかいるやんか。いるね。いやそれは私らだけで行くやんっていう話やね。お前はいらんと、うん、金は出せと。
必ず。で、犬の面倒誰が見んのよみたいな、うん、あんたがまだ行ったらっていやもうすごい話になってきてるやん。そういう時お前どないすんの。でもそうなるよ絶対なる。お前は何ちゅうの。いいけどさ、ええんか弱いやん。弱いじゃないですか言って。いやええけどさ、ちょっとぐらい融合してよ。一緒に行きたいけど行かれへんな、しゃあないからって。でお金は誰だ。そら俺やんか。そっからコツコツ貯めてから行くわって言うんだ。そら言ってくる。なかなかきついな。なかなかやで。だ俺アイアラの話聞いたらほんま結婚するの嫌なんねん。まあそう言いながらも幸せやけど。全然今までの10分が幸せな話。10秒だけ言うやん幸せな話。面白い。終わりです。ありがとう。さあ続いていきましょう。続いては黒田さんセレクト。口コミ情報を信じますか。噂や口コミ情報をどれだけ当てにしますか。エクスペディアがアンケート調査を行ったところ、口コミ情報をきっかけに何かを決断したことがあると答えた人の割合は男性 77%、 女性は 93% と、女性の方がより口コミを信用していることが分かりました。口コミか。口コミは確かに俺大事だもん。例えば情報なんてね、前の食べログであるとか、そんなんがほら、はい、嘘やったっていうか、これやらせやってるのあったやん。一部ね、うん、あったでしょ。はい。それで考えたらな、俺が口コミほど正しいこともないね。俺もだってな、なんぼ正直な話、映画で、超大作とか、言うたら、何百万人が涙したとか、アカデミー賞候補とか、日本初のとか、そんなんをよりかは、ほんまにちょっと見ていってみ、あれ見てみ、めっちゃおもろいって言うた方が、絶対、まあおもろいですわ。中には外れもあるけど、まあまあおもろいですわ。飲食なんて言うたら、例えば味が変わったとかいうのも口コミって早いやんか。前までの大将の時は美味しかったけど、二代目になった時にちょっとちゃうでっていうのも、うちのおかんがこの店は味変わった時、大概あれと揉めてる時やからな。味は変わってんねん。そこの店主と揉めた時や。すぐそういう悪口言うんです。なんで揉めんねん。味は変わった。え？なんで揉めんねん。何で揉めたかしらけど、ようよう聞いたら揉めてんねんけどね。まあ、でも実際口コミは大きいですよね。大きいですよね。正直言うてね、誰々が来ましたとかね、なんかのシールをバーン貼ってるとかね、そういう店って俺逆に信用できない。これ僕の考え方間違いですかね、まあ、ある有名な、例えばね、例えばまあ丼屋さんにしましょう。丼屋さんねに、まあ、来たら必ずサインと写真はもう撮らなければいけないみたいな感じの店の雰囲気ですわ、で、まあ、写真も撮ったサインもした、でも相席よろしいですかっていう感じはそれは仕方がないの。え、相席、だから席で言うたら相席でもいいですかみたいな感じで言われることは、まあ、それはもうしょうがない。混んでんねやろ。混んでるっていうか、混んでないのに相席やったらいいんやけど混んでるっていうか、まあビチビチで座らされんのってまあきついやん。きついね。きついやんな。まあ一般の人じゃないって分かってるから写真も撮りゃサインもするわけやんか。いう時に、あ、相席でもよろしいですかみたいな感じでガンガンとこう詰めて来られるやったら、せやとも写真も何も撮らんくて普通のお客さん扱いしてくれた方が俺的にはええんちゃうかなと思うけど、これ間違ってます。僕はだからそれするんやったら多少の気遣いをちょっとしてえなと思う。その安くしてくれなんとか思えへんけど、そらさ、もうガンガン食いついてるというか、この人テレビ見たことあるでみたいな人が横で座ってるのにもかかわらず相席いいですかみたいな、きついなと思う。それはわがままなんかな。わがままというか、それはもう甘んじてしょうがない、まあ、そうか。例えばあのちょっとお時間いただいたらカウンターあくまで待ってもらいますかとか、やそういうね、気配りね、あ、結構があるとね、じゃあもう何も言わんけりゃいいのに、感じで ね、 ね、思って。サインは全然もう俺かめんねんけど、ベタ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 、そのね、取材に来たから美味しいなんて誰が決めたんや、そんなもん。そうや、俺ほんま不思議でしゃあないわ。ちょっとプライベートで行くときはうんって思ったりするよな。そういう店の感じやったら俺は逆に嫌です、ね、俺だから逆に言ったらそのシールが貼ってるだけで俺はいかんよ。ちょっと正直な感じな、俺はな。しかもなんかこう額みたいな感じで店の前にボーンとこう置いたりもしますやんか。
なんとかウォーカーに乗りましたとかも俺ちょっと嫌やね、正直な。確かにね、あのそんなことせんでも自信のあるところは何にもないですもんね。で特にねこの景気悪いところでね、30年やとか40年続いてる店ってまあまあね、うん、B 級であっても美味しいと思う。美味しい、新参もやっぱりな、新しくできたらすぐテレビで取材行くやん。まあ、なので取材は仕事やからええし、まあ、受ける方も、まあ、自由やとは思うけども、まあ、そこで美味しい美味しくないの判断っていうのはよう分からんとこあるわね。思うねんけど、何か言うたらさ、なんかこう絶対美味しいって言うやろ、テレビ見てたら。いや、そらやっぱ言わなあかんところもあるんじゃない。いや、俺はもっとはっきり言うたらええと思うんですよ。大してうまないがなと。そう言えないですよ。だって言えない、あれや、お前店出してんやったらうまない言われてもしゃあないやないかって言わないじゃん。俺らかって漫才やって滑ったらお前滑った言われんねんから、おもろないやんけって言われんねんから、一緒やんけ。店出すことはそこに私は店出しました。それが その理屈で言うたら、例えばですよ、うん、まあテレビ局の、まあ、他のタレントさんでもええわいな、うんうん、まあ、たまたま僕らの舞台を見たと、うんうん、でたまたまその人の感性で俺らが面白くないと思う、だその感性のままテレビでメッセンジャーの漫才ってめちゃくちゃ面白くないんですよって言うて、これがいいのか悪いのかっていうことで、うんうんうん、いやでもな、本人に聞いたらな、後でそいつに聞いたらな、あこの店まずかったですわって多いやろ結構、まあ、まあありますよね、美味しくないって、ありますよね、それはまあまあ、だそこを美味しいとは言わず、言わず個性的なお味ですねとか、そうよく今まで味わったことのない食感ですねとか、あこの感覚新しいとか、新しい無感は俺が言い方を変えて、無感は手を変え品を変え多分言ってはるんちゃいますか、これは無感は、あ僕のおばあちゃんが好きそうな味ですわとか、例えばやでとか、あこれお酒に合いそうですね、合いそうとか、これ昔何やこれ、何これこの味って言って番組下ろされたからな。そうだそうです、それはやっぱりそれを一言言うことによってものすごい傷つくっていうこと大前提のメディアですから、うん、そういうことですよ。美味しいは少なくても誰も傷つかへんや、うんうん、だし基本美味しいってあんま言わないですよ、どっちかというと、うん、美味しいよりどういう味かっていうのを伝える、取材させてもらってるから、うん、なんかよう自信満々で出してきてまあまあ美味しくない時とかあるからなこれね、スタッフは取材させてもらってるから言いにくい、これはね関西においてはあるんです、ただで取材させてもらいますから、うん、ほとんどただじゃない、そうですね、東京のお店はお金払えって言いますからね。あ、そう。そうなんよ。お金払えって言うよ。お店、例えば空いてない時間でも1時間ご飯食べさせてくださったら10万円とか平気で、俺そん時は言わしてくれよと思うね。ほんまやな。そん時は美味しいまずいはっきり言わせてくれ。客やねんから。うん。でもそこはやっぱ暗黙の了解で、まあ傷つく人が。なんでそこですよ、傷つくって言うんだ。いや、そらさ、その作ってるおっちゃんがでさ、自分は美味しいと思って多分出してるやんか。まあそらそう。それが人と違うだけの話や、多分な、うん。でもそこで商売してんでたら、はっきり歌った方がええことないんかいな。だメディア通せんから多分大丈夫なのな。だからお前は、メディア通さへん貝原ユーザーみたいになったらええやんか。全然関係なしに、それは自由やで、お金払っていって自由自由、なんだここの店は、うん、っていう、それは自由、誠意のかけらもないのかみたいないや、はっきり言うたる方がええと思うけどな、昨日も焼肉屋さんで俺キムチが、そこのキムチがまずなっとったから、うん、キムチまずなってるやんって言ったら、うん、ほんですかって言って、うん、新しいのに変えてもうて、でもそれはいいことでしょ、それはお店にとってプラスになるから言えへんやろ、お前言うやろ、言う、俺言うで、お前言わんやろ、どうします、あ明らかに味が落ちてるって思った時、うまないやないかこれ、食べない、食べない食べない、食べない、食べないも嫌や、6社会とないです、私言う、あれこれシェフの方変わられましたって聞く、 僕はだからその行く行けへんで判断する、シェフちゃうだから行かなくなるあじゃあ行かなくなる、うん、そういう店は行かなくなる、何十年、私はあれこれなんか味変わりました、作る人変わりました、作る人ってそのおっさん一人しかおれへんねんから、あじゃあこのおっさんしかおれへんや、じゃあいつもと味が違う、ほら一緒や言うやろ、昔ねまずなったとは言わんけど、そういう感じやってんそういう感じで言うんや、言う人やったんよ、うん、なんでやねん、ほんならね、まあ多少でも揉めますやんか、うん、多少でも揉めるやん、ほなご飯が美味しくなくなってくんね、うん、だからもうそうやってもいかんどこと思って、それの方がでもまあ確かに正解やけど、これの方がでも店の方がええにとってはまあ意見、でもそれで怒りよるからな、プライターが、そう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 、怒りよるし、でお客その店の人からしたらお前の舌がちょっとおかしいんちゃうんか、何言うとね、おっさんの顔がおかしいほら
ほら、まあ、そうなる、まあ、激辛貝原ユーザーは別にそれでもええけどさ関西はあれ貝原ユーザー大概辛いであれ貝原ユーザー辛いの正気の差だとは思えぐらいの辛さやけどな、それより辛かったもう人として生きていかれへんもん調和ですよ調和、はい、貝原ユーザーで何のことするか分かってるさあということで今週のそれゆけ目線でした。アミノ酸はお肌の潤いのもととして化粧品には欠かせない成分ですが、実は世界の1000社以上の化粧品に味の素のアミノ酸が使われているんですよ。その味の素の高純度良質なアミノ酸を贅沢に配合したアミノ酸スキンケア G のピンと張りのある肌を目指す年齢肌の方に特におすすめの化粧品です。この感動を実感してみませんか。今なら1週間たっぷり試せる洗顔料、化粧水、美容液の3本にサンプル5点、さらにオリジナルポーチまで付けて手数料、送料無料で1260円。お申し込みはフリーダイヤル 0120-787-654 0120-787-654 味の素 G のまでお届け返品についてもどうぞ。それゆけメッセンジャー1179梅田茶屋町から幸せ届けます。西宮市の奥田産業から今ツイッターなどでも超話題、メッセンジャー黒田さんプロデュースのこだわりのお出汁万能黒出汁のご紹介です。よろしくお願いします。はい、万能黒出汁には黒田さんのこだわりがいっぱいなんですが、まずそのこだわり1、これは原料へのこだわりです。鹿児島県山川で親会社が自家生産した鰹節を主原料に、北海道産の昆布、そして国内産の原木栽培した椎茸で旨味を出し、熊本のいわし節、鹿児島枕崎のサバ節とソーダ節を加えてよりコクを出しています。今の季節やったらおでんとか、おでんこれめっちゃやったら、お前、いや使わしてもうたらええかなと思って、おでんこれほんまに美味しいと思って、いや本当にね、よく英語で言うたわ、やね、まあ、この前の時、この CM 前にメディアで言うとこなんかって言ってて、これあんまり僕説得力ないかもしれないけどそうでしょ、あやらさんはでも食べてて、でも正直美味しいですし、だまあおでんはまだ食べたことないけど、うん、まあ季節的にね、あの児玉響師匠の児玉師匠がおで、うん、あのお渡したらなんかおでん作ってて、あへえ、ほんまにうまかったって言ってくれたから、うん、楽やね、だってあのこれあのお酒とかちょっともう下味みたいなのついてますから、うんうん、ちょっと足すだけでいいですもんね。そうや、私もあのお味噌汁作るときちょっとのお味噌にして美味しい、うん、具沢山にして、そうやで、うん、まあ具沢山かどうかも好き勝手ですね。いいじゃないですかヘルシーで。さあヘルシーとかええで。こだわりその2は手軽さへのこだわりです。香ばしい焦がし醤油と塩砂糖で下味をつけていますから、美味しいお料理が簡単に出来上がります。お水を入れたお鍋に1パックを入れて沸騰した中火で1分間煮出すだけです。出汁パックの封を切れば中身を調味料としても使えるんです。逆に言うとね、そうやで、これほんまにあの中の出汁パックなんかほんまにあのチーンって言わすだけやねレンジでな。私それまだやってないね。ご飯に混ぜてみ、醤油とご飯にふりかけ、そうね、これはほんま美味しいし、子供とかバクバク食いよるよ、ね、だって鰹節と椎茸と、うん、一回食うてほしいんだから、もうね、二度と買わんでええから一回だけ食うてほしいんだ俺は。一回だけ食べる、とりあえず食べてみな分からない、そう言わんとまあね分かれへんでしょ。確かにね、食べてみな分かれ、うん、さあこだわりその3は安心へのこだわりです。化学調味料、保存料、着色料、甘味料は一切使用しておりません。赤ちゃんの離乳食からご年配の方まで幅広く安心して利用できます。そやで、これはあのバレーボールの、あの全日本の竹下選手に送ったら絶賛してくれて、うんうん、大事です。私も超健康マニアやからこういうのすっごい気にします、ね、ありがとう、はい、また来て、はい、メッセンジャー黒田さんプロデュースの万能黒だしは1袋に出汁パックが10パック入っております。お求めは大丸神戸店、心斎橋店、そして阪急オアシスの一部店舗、黒門市場の生鮮館黒門中川、
京都のライフシティ東向こう塚新内農家の八百屋和歌山のスーパー産経で販売しております。またはインターネットで万能黒だしと検索してください。 NGK にもし見に行かれた方はこの黒門市場内の中川さんなんかはもう歩いてすぐやから、なるほど、買っていただけたら、はい、はい、ぜひともお買い求めください。お問い合わせは0798-33-0266 0798-33-0266 奥田産業までお問い合わせください。本日土曜日も夕方の5時30分まで受け付けております。それゆけメッセンジャー1179梅田茶屋町から幸せ届けます。交通情報です。交通情報センターの内田さん、こんにちは。こんにちは。お願いします。はい、お伝えします。名神高速道路は名古屋へ向かう上り線の左右ルートでそれぞれ事故がありました。このため上り線の右ルート側は通行止めとなっていて通ることができません。左ルート側では茨城インター先の梶原トンネル付近で事故のため追い越し車線が規制されていて4キロの渋滞です。代わって雪のため冬用タイヤまたはタイヤチェーンなどの滑り止めが必要なところは北陸道の滋賀県木之本インターから新潟県にかけて、東海北陸道は岐阜県郡上八幡インターから北側、舞鶴若狭道は舞鶴西インターから北側、丹波綾部道路や綾部宮津道路、続く宮津与座道路の全線にわたってです。一般道路は天神橋筋の南行きの東淀川区長良橋北詰付近で緊急の工事が行われています。渋滞は天神橋8丁目を先頭に後ろ淀川通りの東淡路1丁目付近まで伸びて2キロ半です。次は2時10分頃です。道路交通情報でした。メッセンジャー1179梅田茶屋町から幸せ届けます。おしゃれしましょ、お茶しましょ、こぶ茶の富士食品がお送りする MBS ニュースです。報道スタジオの高井アナウンサー、こんにちは。こんにちは。お願いします。はい、ではお伝えします。7年前に起きた JR 福知山線の脱線事故で業務上過失致死傷の罪に問われた JR 西日本の山崎正雄前社長を無罪とした神戸地裁の判決について、神戸地検は今日、遺族や負傷者らに控訴しなかった理由を明らかにする説明会を開いています。乗客106人が死亡した JR 福知山線の脱線事故では、事故以前に現場を急カーブに変えた際の安全管理責任者だった山崎前社長が、事故を防ぐ対策を怠ったとして業務上過失致死傷の罪に問われました。しかし神戸地裁は先月11日事故は予測できなかったと判断し山崎前社長に無罪を言い渡しました。この判決について神戸地検は判決内容を覆すだけの新たな主張や立証できる見込みがないとして控訴を断念し、山崎前社長は先月26日に無罪が確定しました。今日は午前10時過ぎから神戸地検が控訴しなかった理由を出席した遺族や負傷者らに説明しています。説明会を前に遺族からは、企業の責任を問えるような法改正について確認したいといった声が上がりました。3日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、アメリカの雇用統計の改善を受けた景気の先行きに対する期待から大幅に反発し、3年9ヶ月ぶりの高値水準を回復して取引を終えました。3日ニューヨーク株式市場は、朝方にアメリカ労働省が発表した先月の雇用統計で失業率が下がったことなどを受けて、幅広い銘柄が買われました。このためダウ平均株価は、前の日に比べて156ドル82セント高の12,862ドル23セントとリーマンショック前の2008年5月以来の高値で取引を終えました。アメリカ経済が着実に回復していると市場が受け止めたことを示した格好ですが、ヨーロッパの債務危機が依然収束していないなど懸念材料も多く、今後も順調に株価が回復するかどうかは不透明です。
この時間の MBS ニュースは以上です。富士食品は小部屋のこだわり、なにわのこだわり、手作り職人の技を食卓に伝えます。富士のなにわ錦、伝承の直火炊きで旨味を逃がさずじっくり炊き上げます。富士食品のかつお昆布なにわ錦。富士の昆布茶。それゆけメッセンジャー1179梅田茶屋町から幸せ届けます。 ECC ジュニアがお送りするお天気のお知らせです。気象協会の筒井さん、こんにちは。こんにちは。お願いします。お伝えします。今日は雪雲が日本海の沿岸部まで北上したため、多くのところで近畿地方は澄んだ青空が広がっています。現在雲が多いのは北部の沿岸部と伊豆山脈の周辺だけになっています。これから明日にかけて中部と南部はだいたい晴れますが、北部は夕方から次第に雲が多くなり、明日にかけて雲の広がりやすい天気が続くでしょう。今夜から明日の朝にかけて北部では雨や雪の降る可能性がありますが、降ったとしても量はごくわずかで済みそうです。この時間の気温は北部で3度から5度ぐらい、中部と南部では5度から9度ぐらいで、昨日のこの時間に比べて各地3度前後高くなっています。明日の朝は今朝に比べると幾分冷え込みは弱まり、日中も寒さは少し和らいできそうです。大阪の明日の最低気温は2度ぐらい、日中の最高気温は9度ぐらいでしょう。なお今日は日本海側でも天気が回復しているため、雪下ろしを行っている方も多いと思います。この雪下ろしの作業を行う場合にはぜひ命綱をつけ、2人以上での作業を行うようにお願いします。この時間は以上です。 ECC ジュニアの生徒はこんなにすごい。 Hi, my name is Eli Miyamoto. I'm 10. Have you ever been to Australia? I went there 5 years ago. I want to see my whole family again. Thank you. ただいまキャンペーン中。一緒に始めよう ECC ジュニア。桜井和です。ズキズキとうずく膝の痛み、チクチクとした肩の痛み、体の節々がキリキリと痛む、そんな体の痛みのせいでぐっすり眠れない、あるいは朝目が覚めてもしばらく動けない、どうかその痛み一人で悩まずに 0120-305-305 最春館製薬所にお電話ください。最春館製薬所の通産棟なら何かお手伝いができるかもしれません。通産棟は5種類の生薬を配合した医薬品です。あなたがお困りのその膝関節や腕の痛みだけでなく、腰や足の痛みを少しずつ緩和していきます。リウマチや神経痛でお悩みの方も一度お電話を。無料試供薬をご用意しております。お申し込みは 0120-305-305 まで。痛みから始まる一日なんて少しでも早くなくなるように。最近隣の田中さんち、山石の手元供養がかかったんやって。なんやそれ。自宅に置けて永代供養もついてるらしいで。手元供養ばか言うの。ほないっぺんパンフレットもらおうか。お問い合わせはお墓の山石フリーダイヤル 0120-148-277 まで。それゆけメッセンジャー1179梅田茶屋町から幸せ届けます。薬剤の赤ひげ薬局がお送りします。すいません、相原ですが、どうか背中を押させていただけますか。神様ありがとう。このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知っている相原がどうしても背中を押したいというので、仕方なしに解決させてあげるコーナーです。先週の悩み、匿名さん22歳の男性、はい、珍しいね、22歳の男性が、ね、若いね。結婚2年、10ヶ月の子持ち、サッカーが大好きで実業団でプレーしたくて転職を考えるようになりました、うん、でも子供嫁を考えて父として生きるか、はい、夢を追い男として生きるかと悩んでおりますと、うん、はい、経済的にもしこの実業団に行って苦しくなったらバイトする覚悟はある、うん、ということなんですけども、これはもう全一でね、うん、もうそんな子供のため子供のためと言われて、子供自体がもう重になったら後々ね嫌やではないかと、
それを理由に諦めたら子供がちょっとかわいそうやし、まだ22歳で若かったら、うん、少々の苦労なんかなんちゅうこともないんちゃうんかと、うん、30からボクサーやろうって言ったらちょっと無茶ちゃうかと思うけどそうそうそう、まあ、22でねまだ夢があるうちやし、で、まあ、アルバイトするのもいいですけども、その情熱は全部サッカーに向けて、まあ、みんなで助け合いながら生きた方が、うん、はい、できる限りはね、まあ、長くできませんし、サッカーはね、そうですね、うん、お返事来ておりません。そういうとこちゃうかな実業団に入ってもそういうところで失敗すると思うな、やっぱりね、ほうれん草みたいなとこで大事じゃないですか、はい、報告連絡一番大事やな、ね、一番大事やな、ほうれん草は。サッカーなんてチームプレーヤーいうのにね、一人スタンドプレーみたいな、その作戦聞いてませんでしたみたいな、お返事ぜひともお待ちしております。返事出しとかんと、まあまあボロカス言われるとか、はい、これが社会やからね、はい、さあ今週のお悩みに参りましょう。今週のお悩みはラジオネーム、はい、私も漢方薬飲んでますさんからいただきました。女性の方です。私は仕事の日以外はいつもオンタイムで、そして夫は録音して2人で楽しく聞かせていただいてます。大事。ほんまにでも多いですね、録音して聞かれるという方、ね、だからこの前聞いたようにラジオ のどんなんあるって聞いとったよ俺も、はいはい、でそれ聞いてあのラジオ買う言うた人多いらしい、あのボイスレコーダーみたい付きが安いね、安いですよ、あのラジオだ何もついてなくてラジオだけやったらな、博多さん500円とかで売ってんじゃん今、あ売ってる売ってる、ポータブルのやつだもん、そうやろ、めちゃくちゃ安いの売ってますよ、知り合いが入院しててな、でその子が買うって言ってたもん、ラジオ聞きたいから、ね、あのイヤホンつけてたら、そうやイヤホンつけてたら、ね、意外とねテレビよりねラジオの方がね、あの入院とかの時は周り迷惑かけませんから、はい、そして以前よりこのコーナーにおはがきをしたいと思っていました、はいはい、私の夫は某有名飲料会社のサラリーマンです、うん、朝は早く帰宅は遅く、もちろん有給休暇なんて取れません、うん、ゴールデンウィークも年末年始も仕事です。残業が月に80から100時間はあると思います、しかし残業手当は査定に響くとつけれないそうです。要するにサービス残業ですね。前々より夫のこの勤務状況正直に申請していれば明らかに労働基準法違反しているはずと思っていました。飲料業界はどこもこんなものと夫から聞きました。夫は仕事の愚痴は一言も言いません。なのでしゃあないよと、今回唯一1年に1回のリフレッシュ休暇を楽しみにしていました、うん、私も夫に合わせてリフレッシュ休暇を取り3泊4日の小旅行に行くのを楽しみにしていました、うん、それが夫からみんなリフレッシュ休暇取ってないから難しいと言われました、どう思いますか。私は休暇が合わなかったことだけでなく、この会社の勤務状況、休暇制度どうなっているのか、このまんまでは下手すれば夫は過労死することも考えられます。もちろん大企業なので組合はありますが、この状況から合ってないようなものだと思います。私も会社もそうです。この事態を何とかしたいんです。労働基準監督に電話相談することもできず、なぜかというとこの労働基準監督というのは無記名ではできないんですよね、うん、ちゃんと名乗ってこの会社のこういう現状がって言わないとダメなんです、できないと。会社の組合にメールで相談するのもいまいち良い解決方法にはならないと思います。相原さん、黒田さん、六社さん、どうか良いアドバイスをください。よろしくお願いします。ちなみに結婚休暇のみ1週間ぐらいの連休は取れるそうです。この会社どう思いますか。今でも実際でもその暇なところもね、え仕事ないところが多いところやでも難しいところがね、今までやったらその新卒を取って、うん、まあ、人間をこうたっぷりこう雇って、まあ、順番にローテーションで休み取るっていうんですけども、今のこの日本のね あり方っていうのはその正社員を雇うっていうことの負担、うん、これはね保険であったりとかそういうのがなんやかんやかんやがめちゃくちゃ取られんねん、ほんまに。で、 できれば正社員は増やしたくないと。でもまあ労働のことに関してはある明らかに人が足らないってなった時に、やっぱりある人数で賄わなければいけないっていうような風潮がね、これだから基本的に日本の中では非常にあるでしょうね。会社だけの、まあ、もちろん会社もそう気配りが足らんというのはそうかもしれんけど、ほんま政治的な部分が多いよな。で、まあ、全部負担せなあかんようになるもんな。難しいやんか。ヨーロッパみたいに、まあ、たっぷり休み取って、なんかみんなが干上がるみたいなところがいいのか、日本みたいに、まあ、休みを美徳とは取れへん人種でしょ。あの日本はどっちかというと、勤勉なのがいいみたいなね。勤勉なのがいい、休みなんか取らん方がいい、有給もなんか取らん方がいいっていう方が、まあ、いい風潮とされてますやんか。でもなんかそのね、例えば、俺、誰やった、安藤桃福さんやったか、その松下幸之助さんが分かり忘れましたけども、なんかはきっちり、
このやっぱり休みは休みで与えたらと、そこで頭効率が逆に悪々らしいからな。だってね、例えばねロケに行ってね、あのこういまいちこう仕切りの悪いディレクターさんの時ってね、お昼が2時とか3時になってね、もうだんだんみんなお腹空いてイライラしてね、それでもここまでは取らなあかんとかって、そのお店との約束ないんやったら別にみんなでパッとここで頭切り替えてサクッとご飯食べたらもう一回エネルギーね補って次頑張れるのに、もう4時ぐらいになってやっとお昼っていうのあるじゃないですか現場でも。インスタートばっかり取るやつとかな。そう。だからね、なんか本当それ分かるんですけど。これもう理屈で言うたらね、まあ、理屈で言うたらそれはもう奥さんのおっしゃる通りや。通りや。その通り。病気になったり過労死したりしたらもう取り返しのつかんことになります。実際ね、過労死で裁判になってるのもニュースで見るじゃないですか。ただ、現実を申し上げますと、そこで例えば労働組合とか、会社の上司なりに、まあ、意見を言うたとしますよね。うんうん。まあ、それにもかかわらず、トントン拍子で言わないのと一緒ぐらいの、何の差別も受けず出世していくかといえば、そんなに会社は甘くないと思います。でしょうね。現実言ってしまえば、反乱分子とか、事実は事実で奥様が言ってはることが 100% 正しいんですよ。サービス残業なんていうのもおかしい労働してるにもかかわらずお金がつかないなんて、ふざけたこと言うなって話なんですけど。悪いこと言うたらな、悪いこと言ったら、そんで現実論。例えば過労死してからの話になるんかなと思う。で、良くないことやな。もしほんまにあかんと思ったら、例えば労働組合なり会社にこう言うのを、もしくは精神的な苦痛を受けたりとか言うたら、精神的に参った言うて診断書を持って休みを取るね。まあ、2週間3ヶ月なら、多分病院の診断がこういうことが原因で精神的にやられてますと、だから例えば会社からの電話を取らないでくださいであったりとかいうような診断が出ますよね、まあ、その時点でサラリーマンとしての出世はもう多分ないです。ないです。釣りバカ日誌の浜ちゃんみたいには生きていけるかも分かりません。で言うたら、そこの部署はあなたには向かないんでしょ、全然関係ないとこの部署に回しますわっていうのが会社組織の一つの話です。これあかんことなんですよ。でもこれほんまこんな会社多いと思う、多いと思います。大変やと思う。だけど大手の誰もが知ってる飲料メーカーなんでしょ、うん、今書いたの。そうです。だからこの人たちが立ち上がって変わるのは次の世代ですわ、ね、この人たちであまり世代的に変わることは多分ないと思う。なんか沈まぬ太陽みたいなもんやな。難しい。次の世代は変わっていくでしょう。さあ、そこの拳を自分が振り上げるか振り上げへんかは問題、もしくはあなたが出世してこの会社を変えようかっていうのは一つの考え方としてはありますよね。あともう一つはね、多分ね、このご主人すごく真面目なんだと思う、うん、やっぱりね、そうは言いながらも上手に要領よくやってる人はやってると思うんですよ。例えば、3日間の休みを取らないにしても風邪ひきましたとかね、例えばですよ、例えば 何かしらの方法で上手に休みを取ってる人ももしかしたらいるかもしれない。でもね、その今草食男子とかそういう風に言われてますけども、どう見ても風潮としたらことなかれ主義、そうやね、まあ昔やったらこう立ち上がってわーっと言う人もおったかもしれませんけども、まあ、世代が世代、状況が状況、追い出されたらもう行くとこがないとかいうとこで尻尾丸めてはる方がほとんどですわ。いや、ほとんどですね。だってね、やっぱり叩かれるのみんな怖いんだと思う。怖い。だから、まあ、病気になってからの話かも分かれへんけど。でも、やっぱいい会社って、少人数でもちゃんと話し合って、さっきあやら言うたみたいに、ほうれん草がきっちりできてて、それは厳しいときは厳しいですよ。厳しいときは厳しいけども、やっぱりきっちり話し合って、ここはこうした方がいいっていうのをやって、だから意外とこういう大手の会社っていうところはワンマンなとこあって、もう言ったら、出世、社風がそうなんでしょうね。そうやな。うちのアミューズが、今まで、こういう業界もみんな休みなく働くじゃないですか。まあ、残業の概念なんかないな。ないし、ところがなんか最近えらく休むようになって、なんやろうと思ったら労働基準法で引っかかるから、もう休みを取れって会長からの命令があって、でみんな順番に3日取ったりとかするようになったんですよね。その風がね、こう起きるか起きひんかですけども、なかなか今の話聞いてると難しい、ね、今の先方の矢面に立つことは多分嫌でしょう。っていうことは、まあ、奥さんともども前で体のケアして、まあ、任せるとか任せんと仕方がないのじゃなか、もうこういう解決の仕方は嫌いやけど、今どうのこうの、じゃあ会社辞めてでも一覚悟でやりなさいとも俺よう言わんしね。このご時世。ご時世ね。だからもう風が変わるのを待つしか、要領よくしてくださいとしか、まあ、言いようがない。歯切れが悪くて申し訳ございません。でもこの方が思ってる、この方だけではないかもしれんからな。いや、みんな多分こんな思うあるって思う。何か、やっぱりね、
何か起きる思うねん。何かに乗っていくぐらいの乗っていくぐらいのな。そうですね、はい、はい。またどうなさったかぜひとも返事お待ちしております。皆さんもうっすら知っている相原に迷いをぶつけてみませんか。迷っていることを詳しく書いて送ってください。郵便番号 530-8304 毎日放送ラジオそれゆけメッセンジャー、すいません相原ですがどうか背中を押させていただけますかのコーナーまでおはがきお待ちしております。採用者には相原直筆色紙と千座札メモ帳、さらに赤ひげ薬局様からタツノオトシゴ、レイシ、柿肉エキス、オットセイなどが配合されが飲みやすい清涼飲料水2回戦おこちらを差し上げます。まあ、2回戦飲んで頑張ってくださいとか言いようがないです。はい、まあ、2本メモバット2つ差し上げたいと思います。はい、相原さん最近ちょっとツッコミが甘くなったんやない？うすうす感じてはいたんや。赤ひげ薬局に行ってみたら、あんたはやったらできるんやから。どうやこのツッコミ、赤ひげ先生ありがとう。ナンバ千日前通りビッグカメラ前、男と女の精力剤赤ひげ、赤ひげ薬局。ええで。英語は話したい、でも英語の勉強はもうしたくない、そんなあなたへ今日は嬉しいお知らせです。聞き流すだけの英会話教材スピードラーニングのサンプル CD を今ラジオをお聞きのあなたになんと無料でお届けいたします。ぜひお聞き逃しがないように。このスピードラーニング、勉強しなくていい教材なんです。テキストも辞書も使いません。ただ CD を聞くだけ。それだけで徐々に英語が聞き取れて、口から英語が出てくるようになるんです。赤ちゃんは言葉を覚えるのに勉強はしませんよね。言葉はもともと勉強するものではないんですね。実はあのプロゴルファーの石川遼選手も愛用してるんですよ。今日はこのスピードラーニングのサンプル CD をなんと無料で差し上げます。でも注意してくださいね。勉強はしなくていい教材なんです。ただ聞くだけですよ。お申し込みはフリーダイヤル0120-025-505-025-505 エスプリラインまで今すぐお電話ください。バトルオブシックスボートレース、セミノエボートホワイトベア競争はただいま開催中。なおボートピア梅田、神戸新海地と姫路、ミニボートピア滝野と洲本でも発売中。また G1 宮島周年の場外発売も合わせて実施中。お揃いでご来場ください。桜井和江です。アメリカンホームダイレクトの持病がある方も安心、みんなのホスピタル就寝型は月々の保険料は基本プランプラス通院特約、お手軽コースで満60歳男性の場合4973円です。詳しくは 0120-369-690 まで。平安祭典は葬儀のプロとして阪神館に20カ所の葬儀会館をご用意。年中無休24時間体制で宗派を問わずお世話をいたします。ご相談はお近くの平安祭典まで。いざという時あなたのそばに平安祭典です。それゆけメッセンジャー1179梅田茶屋町から幸せ届けます。それではいただいたメッセージをご紹介しましょう。今日のワクテーマワイド変えすぎやろ。たくさんいただきました。ラジオネーム、はい、ブラックウサタンさんです。ブラックウサタンさんですね、うん、姉の旦那さんが弓矢職人なんでちょっと不愛想なんです。普通に話しかけてもうんとしか答えず、そのくせ弓矢の話になると嬉しそうに何時間でも喋り通す、ちょっとめんどくさい人ですが姉ちゃんが幸せならいいかなと。いいんじゃないの、だって職人さんでそんなもんでしょ、うん、逆にさっきのほらお悩みの逆やからな、うん、それは言うたらう、ね、余計なことは気遣いたくない。好きなことしかやってない、好きなことだけやりたいね、うんうんうん、それはそれで生き方やからね、はい、うん、さあこちらです。ラジオネームぶたこさんからいただきました、はい、町内の老人会は60歳からで、60歳になった私は老人会では一番若いです、うん、私より上が70歳以上、うん、もうその時点ですでに10個以上上ですよね、うん、私はズバ抜けて若く、うん、お姉ちゃんお姉ちゃんと呼ばれています。老人会で数少ない男性の中で78歳だけど男前でダンディーなおじいちゃんがいて、うん、みんなそのおじいちゃん狙いでしたが、うん、ブスだけど一応若い私が入会し、そのおじいちゃんは私によく声をかけてくれるようになってから老人会の女性の私への態度はきつくなり、いじめられ老人会を抜けることになりました。普段はみんなにいいおばあちゃんなのに、ああ怖い怖い。なるほどな、男と女が、やっぱり男と女ですね。少し関係ないね、うん、ラジオネーム六所さんみたいなお嫁さん来ないかな、まあ、ね、ありがとうございます。まあ85歳の方ですねまあ私の
私の知人の大学生の娘さんは、はいはい、いつ会っても愛想がよく容姿も端麗で礼儀正しい素敵なお嬢さんだと思っていました、はい、ところが先日知人宅へ電話をすると娘さんが出られ少々お待ちくださいと言った次の瞬間おかん豚の出っ歯のおばはんから電話耳を疑うかのような声が保留ボタンを押し忘れたのでしょうもう二度と家には電話しません態度変えすぎですとこれ豚の出っ歯ひどい態度の問題だよ思いっきり悪口やろ悪口よさあこちらですラジオネームしいたけさんです。私は食品関係の営業の仕事をしています。昨日1歳年上の先輩と得意先に行ったらそこの店主が節分だからといって太巻きを私たちにくれました。先輩は嬉しいわ助かるわ今すぐでも食べたいですと言って2本受け取り私は何も言えませんでした、うん、ところが車に戻るなり私のカバンに2本とも放り込んでこんなもん食べて太りじゃないわあんた食べといてそれかいらんかったら捨てたらいいわというのでびっくりしました、うん、私は美味しくて家でペロッと2本食べました。そして次しっかりとお礼を言いますが先輩はどうするのかと思っています、うん、まあ、女性の方ですね、まあ、ちょっとね礼儀しない人もおるよねえもうそんないやね、ペンネーム心のボスさんですね。私の上司はお酒に酔うとおねえ言葉に変わります。語尾がなのよとかだわーに変わり言葉も大阪弁から標準語に変わります。なぜなんでしょう。楽しそうに飲んでいるのでいつも温かく見守っている私です。いやそれはそういう趣味があるんじゃない。本質的にそういうものがあるのですかね。うん、いや多分そうやもん、ね、うん、そうなのよみたいなだわーみたいな感じになります。まあ確かにそういう人らの下ネタは止まらんな。そうやな。ずーっと下ネタ言うてはるね。さあこちらです。ラジオネーム豆タンクさんからいただきました。38歳の男性です。私は駅前のお店で働いています。私がレジをしているときおばちゃんがアメちゃんを持ってきました、うん、おばちゃんがあと2分で電車来るから早くしてというので私はささっとレジを打っていました。その間におばちゃんがこのアメちゃんなかなか入ってこないのかねと私に話しかけてきたのでそうですね人気ありますからと答えました。するとおばちゃんが怒った声で一言そうやって喋ってる間に1分経ってるのよ早くしてというあんたが聞いてくるから答えただけやんけ、どないやねんって。あ女性のヒステリーってこうもうほんま起き出したすごいね。すごいね。だからうちの嫁さんでも子供に怒るときに俺が引いてまうときある。後輩乗っけてて、うん、なんか駐車場のカードを、はいはい、まあ僕が入れるとか言って下に落としてしまったんよ、うん、で後ろに後輩乗ってるにもかかわらずこのクソボケー言うて手から触るな言うたろってもう俺が引いてもうてさクソボケ。もう後ろの後輩もハッてなるやんか。クソボケですか。ほんで胸ぐらつんで噛んで子供のこうガク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 そやからあかん言うたやろ言うてもう俺も頼むわ頼むわ。それだけで、うん、イライラするタイミングやってもう早くカード渡して後ろで車並んでるからもう駐車の件でも僕が入れる僕が入れる下にポロこのクソボケもううわえそれ子供泣いたでしょ。あもう泣けへんけど慣れてるからあれやけど俺と後輩がもうピンって固まってほんならお前が知らん間に子供多分いつかお前に対してこのクソボケ言うかもいやそれは分かれへん。だって、おやっぱりな、母親の言葉。すごい個性ですね。いやー、もうびっくりした。びっくりしますね。めっちゃ面白い。ラスト1枚いきましょうか。はい、ラジオネーム、ジャンバックさんですね。私が高校生の時、いわゆるいじめのターゲットでした。その私に嫌がらせした、暴行したやつの中に、後に、仏教僧侶と某市の市会議員になったやつがいます。うん、この2人の説によると、いじめを受けるやつが悪い。いじめを受ける側に問題があるんだそうです。この二人は共に地元の小学校の PTA の会長になり、団塊有権者に対していじめは許せない、教育現場からいじめをなくさなければ、いじめは仏様が許さないとのたまっています。これってものすごい態度変えすぎですよね。まあね。ほんまやな。なんか本当に人の一面っていうのはこういうところにありますよね。ね、本当に。さあたくさんいただきましたがどうしますか、はい、電話にしましょうか。おかん豚の出っ歯のおばはんから電話にしましょうか。はい、はい、ラジオネーム六社さんみたいなお嫁さん来ないかなさんに現金3000を差し上げましょう。今日のテーマは態度変えすぎやろ。たくさんのメッセージをありがとうございました。ぐる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 装備専門ホームはフル装備。ぐる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 装備エアコンカーテンなど全部標準。ぐるぐるぐる
施工総数大阪府が3年連続ナンバーワン。2階建ても任しといて。全国ホーム円川博史でした。自動車保険の価値、それは事故を起こした時に決まります。アクサグループはグローバルブランドランキング保険ブランドで3年連続世界ナンバーワン。世界ナンバーワンブランドアクサグループの一員アクサダイレクトがあなたのカーライフをサポートします。事故には休日でも正社員が対応します。ロードサービスも充実、バッテリー上がりや距離無制限のレッカー移動などが無料です。サービス拠点は全国に約9500箇所、指定修理工場も約520箇所と安心。しかも保険料はグッドプライス。例えばホンダフィットにお乗りの36歳20等級ゴールド免許車両保険付きで27,750円。保険証券車検証免許証をご用意の上、今すぐあなたもお見積もりを。 0120-999-452 999-452。 自動車保険はアクサダイレクト。メッセンジャー1179梅田茶屋町から幸せ届けます。さあ、それゆけメッセンジャー、今日の3000当選者の方の発表です。岡山市にお住まいの加藤明美さん、松原市の橋田雅美さん、姫路市にお住まいのラジオネームどんくさいおばさんさん、3名様です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして先週のおはがきプレゼント当選者の方の発表です。先週のプレゼントは甘エビでした、うん、奈良市にお住まいの山口真嗣さん、はいはい、大阪市淀川区にお住まいの西村ひろ子さん、神戸市東灘区のラジオネーム神戸のしーちゃんさん、3名様です。おめでとうございます。そして今週のおはがきプレゼントです。来週の金曜日までにいただいたおはがきの中から抽選で3名様に山口県下関さんのふぐしゃぶセットをプレゼントです。ふぐしゃぶ、ふぐしゃぶです。ぶつ切り、ぶつ切り身、ぶつ切り身、それからしゃぶしゃぶ用スライス、つみれスープをセットでお届けいたします。ご応募の際は商品名ふぐしゃぶと書いていただいて、必ずご住所、名前、連絡先、電話番号を明記の上、番組に対するご意見ご感想、身近にあった出来事などを書き添えね、お便りください。プレゼント応募には合言葉が必要です。今日の合言葉は花インゲン。かのちゃんのお土産でいただきましたお豆さんの甘露煮、黒田さん大絶賛、花インゲンと必ず書いてください。宛先です。郵便番号 530-8304 毎日放送ラジオそれゆけメッセンジャー、お便り係までたくさんのハガキお待ちしております。はい、よろしく。告知でございますか。まずですね、相原の告知がありまして、明日なんですけども、ファイブアップでツッコミ大会というのが、そうですね、あの京橋でやってたツッコミばっかり集めてちょっとゲームやなやしますので、ね、これもわちゃわちゃ楽しいので、夜8時なんですよ、ちょっと遅いですけどね。じゃあご飯食べてね、まあ、日曜日なんでぜひともね、はい、これはちょっと明日ですね、はい、ぜひとも行ってください、はい。それから僕はですね、同じファイブアップって、まあ、和波髪型のところですね、5階ですね、なんばくらのかげの前の、5階で、これも京橋かけてやってたんですよ。吉本徹底討論会という、はいはい、まあ、あるテーマに基づいて、まあ、大人がきっちり喋ってみようやないかということで、はいはい、新喜劇の川場さんと、よくこのラジオで出てくるリアルキッズと、ドヒポンタ君、柳部さん、井川由里香、アンシュタインって知ってる？知ってますよ。俺知らんねん。ミルクボーイ。面白い顔した人です。ミルクボーイ。あ、ミルクボーイも知ってます。なんかで、あと島田珠代さんも出てくる。ああ、あら、珠代さん大好き。島田珠代さん今結婚2回目されてるでしょ。はいはい、あ、そうなんだ。奥さんもできてね。面白いわ話。面白い、島田珠代さん大好き。あの方、あの方あれらしいよ、裸でエプロンでおるらしいよ。プレッシャーなかなかね、集まらない方々がいらっしゃるので、はいはい、ぜひともですね、聞いていただけたらなと思います、はい。これは僕のイベントも相原のイベントも両方ファイブアップ吉本にお問い合わせいただけたらいけるんです、ね、はい、ぜひともよろしくお願いします。チケットは、0570-036912 0570-036912 まで、これチケット吉本インフォメーションダイヤルでよろしくお願いいたします、はい、ね、はい、今日もまた寒いんで、あとインフルエンザが以来流行ってます。そうですよ、そう、あ、もうなんか今本当に流行ってるから、手洗い、今週来週ぐらいに本当にまたピークを迎えるとか言ってますから、気をつけないと。 CI はもうすでに3人になってます、インフルエンザ、うん、だからマスクして、でこのメンバー丈夫ですな。いや、でもこの前のあれやん、誰だ、大沼さん、大沼さん、そうや、風邪やったんや、食べ過ぎで風邪ひいたからコロッケの食い過ぎいや、でも風邪中もめっちゃ勢力つけなみたいな感じで中華とか行ってたそれ風邪ちゃうでしょ。どんな人とお付き合いされてんやろな、そんな人の勢力つけなあかんことある。
るか、据え付けたみたいな。それに比べたうちの新藤さんはな、まあ、花は咲かんわなかなか花が咲かんわねということで、まあ、風邪とかインフルエンザにはですね、はい、ぜひとも皆さん気をつけください。ということで、まだかな、もうそろそろ終わりです、はい、お相手は私、はい、メッセージはこれだと、ありがとう、読者7がお送りいたしました。また来週ください。さようなら。